自意識過剰な青年、父の遺産でニューヨークに行って、自分を見つめ直す物語。舞台。29歳の主人公、周りの目線が気になって仕方ない。とにかくプライドが高い、面倒くさい男です。五番街を歩いて、興奮する自分に気づいて、必死でこらえる。タイムズスクエアでは、はしゃぐ観光客と思われたくないため、ガイドブックを出せないでいる。でもそんな彼にも一つ、やりたいことがある。それが、セントラルパークで読書。公園で読書していた彼。 気がつくと荷物を盗まれ無一文にもちろんこんなダサいこと到底彼には受け入れられません助けを求めず取り乱さず警察にも行かない残ったのはスマホホテルの鍵12ドル1冊の本帰りの飛行機まで3日間その間に主人公が変わっていきますそんな彼がニューヨークで気づいたこととはぜひ実際に読んで確認してみてください展開の面白さはもちろんのこと考えさせられる小説だと思います